こんばんは、チャンネルバシリスクです。今日はアイマントカゲのですね、餌をあげたいんですけど、だいぶ大きくなってたので、このタニシがね、噛み砕けるか。タニシだけだとちょっと量が足りないので、他の餌もあげてます。トカゲブレンド、あと最近発売したモニターフードですね。これなんか小さいのかと思ってたんですけど、少し大きいんですね、トカゲブレンドよりは。ただちょっと大型のモニター、大型中型にはちょっと小さいんじゃないですかね。これだったら腹持ちがいいのか。袋がね、あんま大きくないんですよね。これぐらいですからね、あんま大きくないんで、あっという間に食べちゃうね。あ、食べましたね。ガリッといきます。もう割ってますよ、いきなり。以前に全然割れなかった。噛まれたらやばそうですね、これ。おー、割れてる割れてる。歯がですね、これ薄のようになってて、牙は前の方にあるんだけど、薄みたいになってるんですよね。定期的にちょっと硬いのあげた方がいいのかなと思ってるんですけどね。なんか水族館とかのやつも大きいジャンボタニシみたいなのあげてますね。以前は全然割れなかったんですけど、ちょっと大きめですけど、もう割ってますね。割れてますね。あー、殻が出てきましたね。すごいですね。もうさすがこのぐらいになると、もうあの硬いタニシですからね、噛まれたらすごい。まあ、牙じゃないんで血が出ないのかもしれないですけど、圧迫されて血出るかもしれないですね。食べ終わったかな。そこじゃない、そこじゃない、ここだ。これだよ、こっちだよ。こんなちっちゃいのも楽勝ですね、これ。こいつはすごい。楽勝さん、美味しくいただきます。楽勝、楽勝。すごい、もう食べちゃった。よし。タニシばっかりあげてるんですけどね。タニシあとまだ4つありますから。それでお腹いっぱいになっちゃうってことはないと思うんですけどね。なんかこいつらが野生下でマウスとか食べてるように思えないんですけどね。
こんな水辺にいるんで、ネズミみたいな感じですかね、いるんですかね。なんかあっちの方のネズミはそういうネズミじゃないような感じが。ヌートリアとか、なんかでかいネズミが多そうですけど、違いましたっけ。なんかすごいわ、もう楽勝です。これ殻はこうやって器用にテロ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 下で出しちゃうんですね、殻は。どんどん端っこに行っちゃいますね。端っこに行っちゃうっていうか、端っこで上げてるから端っこ行っちゃうんですかね端っこにちょっと真ん中に寄せたいんです。大姫大使、大頭匂いガメぐらいしか。大頭匂いガメもともとタニシとか食べてますからね。だからな、頭大きくなる。昔はよく頭大きくなるのはタニシが食べてるから有名で、よくわざわざあげてたりしましたよね。今回ね、小林昆虫さんに、ね、殻付きのお姫タニシ冷凍でね、売れるようになったんで、それをあげてます。うわー、すごいですね、今の。見ました、今の一撃。これなんとも、なんかね、こうやっぱペンチでバキバキってやるような感じの食べ方ですよね。全然びっくりしないですね、これ。もともと CB なんでね。このトカゲはね、毛皮っていうか皮ですか、取るために養殖されてるんですよね。その一部はこうやってペットとして取るということになるような。皆さん、ここです。皆さん、これ大食いは大食いですからね。この生き物は、このトカゲ、カイマントカゲは、ここに置いてあるのはどれを食べるんですかね。あとはタニシの食べかけとトカゲブレンドとモニターフード。モニターフードってのはあれですよ、オオトカゲ用の餌って意味ですよ。オオトカゲ専用に作られた餌です。これはね、オオトカゲじゃないですよね。一応その材料は鳥と魚だったかな。なので、あ、でも結構こっち食べますかね。モニターフード、モニターってオトカゲのことですね。カイマンフードはないですから、世の中に。カイマントカゲがね、もっと人気になったらね、人気でみんな飼うようになったら出るかもしれないですけどね。まあ、それはないでしょうね。出回ってるというか、輸入されてくる数自体が、ヒョウモントカゲとかと比べると全然いないですし、増やすのもそれなりに、繁殖させるのもそれなりに必要な設備とかあるので、そう簡単には増えないと。そう考えるとサバンナ
モニターとかね、ああいうのはすごい数入ってきますけど、このままやってたらあれこそあれですね、 CB 化しないと。人気ですからね、言っても人気でみんな買って、で買って、大体買って使ってないか、買ってますけど、増やした話って日本で卵を産んだのが大切とかそういうのは聞きますけど、あんまないんじゃないですかね。それこそそういうのが出回っていれば輸入する必要ないわけですからね。話が飛んでますけど、このご飯中にね、こう会食中にあの話しちゃいけない時代ですからね。ご飯中は本当はね、話しちゃいけないっていう時代ですよね。今はね、別に僕食べてないんで喋ってますけど、話をし、大声で話をしない、そういう時代ですか。鼻の先だけちょっと皮が、脱皮の皮がちょっと残っちゃってますね。お腹いっぱいかな。まだ食べますか。もういいですか。ね。本当に日向ぼっこしますか。ごちそうさまのようですよ。以上、チャンネルバシリスクでした。最後までご視聴ありがとうございました。